はなくて、んですよ。なんか足を曲げて、飛ぶこともたまにはあるんですけど、その時もやっぱり、ぐっと凝縮して飛ぶっていうか、なんかピョーンと高く飛ぶじゃなくて、こう伸び上がっては飛ばないんです。こう飛ぶ。私できないけど。っていうのが日本舞踊の特色です。で、今やっていただいた擬音コーターをちょっともってやってみるので、自分たちがさっきやったのを思い出して見てほしいです。それで、おセンスは、今皆さん、まあちょっといろんなおセンスがある。